なんかすごいのでか、すげえ、なんだこれ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ゼルダの伝説夢を見る島実況プレイ続きやっていきたいなと思いますんで、ですが、前回ですね、3つ目の鍵、アングラーの鍵か、スライムの鍵、これ一応あれなのかな、ボスの種類なのかな、スライム、そういえばね、これスライムの鍵ってあれだったよね、なんかスライム落ちてきたもんね、あれね。でこれが鍵もそうか、アングラーっていうのが、いやアングラーじゃ種類が何なのかわからないよね。今んとこ手に入れたのがまだいっぱいあるよね。ここら辺にあと2つぐらい何かがあるのかと思うけど、あの水にね、あれなんてイカだな、イカだか、いや俺はドラクエに引っ張られすぎてんのイカだじゃねえと思ってたけど違うんだろうか。まあいや、でもってヒントをいただきましょう。おじいさま、おじいさま、ジャーゴジャーゴ、タルタル山脈の裏の滝の裏に何か隠れておるそうじゃ。なになな、なんつった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 、プルルルガチャ。うちのばあさんによると、ばあさん、お前まさかのばあさんの情報を俺に流したのか、じいさん、お前すげえなと思ったけど、まさかあんたが一番すごいか。あたしは元気で、でもちょいと張り付きすぎたかね、とうとうほうきもボロボロに壊れてくなくなっちゃったよ。ほうきが欲しいんだって。高級を買ってくんのか。の前にあれ、みんなのアイドルマリンちゃんがいない。サカ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 、いいねこれね、サカ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 いいね。待って、ね、持って買いたいものが弓矢を、いい加減買いたいんだけど、ちょっと高くなってね、980ルピー買う、お金が足りない。オッケー、クソズできないのか、それはさすがにできないのか、どうにかできないのかこれ、ん、どうにかできないのかこれ、なんかできないのか、できないの、なんかさ、なんだっけ、なんだっけ、無邪の仮面になんか、なんかそういうのなかったっけ、ない、何もない、何もない。これさ、それか、ん、あくそー、ちょっと待って、一回こっち行ってみせ、こっち行ったと見せかけといて、あくそいけないの、無理、なんか無理、よし待って、一回返す、返します、一回爆弾置きます、ひどい、もう殺しにかかっとるやないか、そう殺しにかかっとるやないか、ダメだこれ無理だ、なんかできないね、オッケー、ごめん、分かった、もう諦めろ、もうやめろやめろ、殺しにかかっとるやないか、爆弾置いてて、どういうサイコよ。ってことで行きたいのがこっちか、どっちから行くんだこれ、城か、これ上、ここ電話ボックスここにあるってこと、こっから行けんのか、違うね、こっちか、滝の裏だからこっちか、オッケー、どっから行くのが近いんだろうこれ、沼から行った方がいいのか、いや違う、こっちから行った方が早そうだね。まあいいや、待って、ほうき欲しいね、おばあちゃんに買ってあげたいんだけど、なんかクレーンゲームとか出てそうな気もするけど、まあいいや。さあ新たな、なんだ、次のボスはだからアングラーっていうのかな、わかんないんだけど、ソロでも、でもやばい、なんだお前、剣とかがさあんま強くなってないの実際、ちょっと実を言うとちょっと強くなってほしいっていう気持ちは、ここが、あ待って、あれとこなんだ、これなんだ、ここあそこさ、そう言ってないよね、オッケー、これなんだっけ、これおばあちゃんか、オッケー、最近そういえば全然使ってないよね、ね、寝ぼけたけちゃん3秒で芋作ってやるじょ、目が怖いよ、目が怖いんだけど、目ん玉がないとこんなに怖いんだね、なんだこれ、出来上がりじゃーって、海水を気をつけて使いよ、毛の根に振りかけてごらん、オッケー、大丈夫、何個もらった、20個が限界なんだっけ、なんかさアイテムをさ上限増やしてくれるやつとかなんかいたよね、あれどこだったっけ、忘れちゃった、あー待った、ここ来てなかった、あーなんかお墓がある、あなんか、いやなんか絶対あると思ったなかった、これなんだろう、なんかお花がある、え、なんだこれ、わかった、掘るんじゃね、いやいやいや、お墓掘るって、あ、違う、あれ掘る、え掘るとなんか出てくんだね、ルピーとか、
違う、これなんだろうね。後々あっちには関係ないのか。ホルトはなんか、これ何なんだお前。え、ホルトなんかルフィとか出てくるんだ。へえ、ゾンビなのこれ。これ全員倒すなんかないのかな。違う、違うみたい。ここの階段が何なのかがわからないけど、さあなんか謎の階段が来た。ジャンプするとこだよねこれね。普通のジャンプでしょ。あ、違う、バカ。あれなんで今ジャンプできなかったの。オッケー、じゃあやめて。これ音好き、ポコポコポコって音。あーそういうことか。ちゃちゃちゃ、もうバカか。いや違う、無理じゃね。調べる、金拾い、何とかすれば壊れそうだ。体当たり、違う。体当たりじゃ壊せねえか。爆弾だね。オッケー、いきます。違う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 、あーこんなとこに繋がんのか。ちょっと待って、爆弾じゃん。爆弾もう一回、もったいね。で違う、どうすりゃいいのじゃあ。いや勝手にピュッと上がっちゃうの。どうしよう、だってこうか。オッケー、死ぬ、取る、死ぬ死ぬ、だってなんで死ぬんだよ。じゃあ、あれジャンプできるのかな、これジャンプできるのかな。待って、あ、じゃ違う、下手かよ。よった、いけるいけるいける、なるほど、結構のジャンプだったね。ハードルかける、あと1個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 で増える。ありがとう、ナイス。オッケー、で、持って。オッケー、よしよしよ。思った以上に飛ぶよね。すんげー飛んでない？え、またこっち来てしまったらいいんだろうか、これ。こっちでいいのか。まあ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 、どっち、タルタル、このまま上に上がっていく、カナレット城から行った方が早いのかがもう分からんね。あ、なるほど、こいつらあれなのか。ゾンビ的な扱いなのか、ゾンビなのか。ここでも強いんだよね、敵。こっちから抜けれるのか。え、どっちからの、これでも一回来たんだけど、ここちげえっつって帰ったんじゃなかったっけ俺。あ、これちげえっつって。ここか、ここ来たことなくない？あー、なんかあるっちゃあるね。カス、あ、え、待って、死にがい、まあまあこっち間違ってはないな。お、水が、これなんだろうね、この水辺は。なんだろう、何に使うんだろう。ここ初めてじゃない？なんか新しいよね、ここね。ここ初めて。なんだお前、なんだ、イカシナレディが、私気まぐれ大使、元気になる秘密を売ってるの。なんだ、もうまあまあ、まあ、ドラクエでいうとこのパフパフ屋さん的なやつなんだろうか。ぬりぬり、どうもありがとう、秘密の薬を塗っておいたわ。ハートがゼロになった機会よ。あ、なるほど、ほらハート満タンよ。40ルピー、なんなんだろう。ちょっと待って、ちょっとあれなのかな、叩きつけるなよ。これなんかこいつらを変えることはできないのか。違う、無理だ、違う、なんかあれなのかな、死んだ子ってもう一回もう一回復活する的なやつなのかな。なんかどっかボス戦かなんかの前にいいんじゃない。これでもさ、ここさ、これ、ね、絶対なんかあるよね。あー、ハートあった、言った通りあった、あぶねー。あ、オッケー、1個増えるでしょ、1個増える、ナイスナイスナイス、あぶねー。さあ絶対なんかあるよな、それあるわな。オッケー、ハラスハラスハラス、上空から来るの、ちょっと、いや、まい、また、やべ、オッケー、上空から来るのずるくね。あれ水辺ってなんだろうな、でもなんか絶対もう1個ぐらいありそうじゃない。ここないか、掘るのかな。掘るってあんましてないんだよね。なんか分かりやすい掘るとこってあんのかな、分かりやすい目印とか、例えばこういうのとかさ。違う、ない、やめて、カラス、こういう敵もこれから来るかもしれない。飛んでる敵っていなかったもんね。さあでもってこっちから行けば、このどっか上がっていくところもないよね。なんかだんだん、やったあんのかい、解説した。これちょっとあれだな、もう全部壊さなきゃダメだな、これ。あの持ち上げるとか切るとか何かしらやっとかないと、これどっから行くんだろう。ウェイ、そこだ、オッケーね、そこだね、そこだ、オッケー、やめてやめて、うめえな、ヒットアンドウェイのプロか、お前は。プロ、
俺も弓矢使いたい。え、バックステップが上手すぎだろお前。あそこら辺のダンジョンでさ、もうこれでオッケー。これで次のところには行けるんだね。さあどっちに行くかなと。こっち行くとなんだ、あーそこなんかダンジョンあるね。来たー、フクロウさん登場。来ましたよ。ほうほう、風の魚はこの上の卵の中、いつ終わる、終わるとも分かる長い夢を見続けておる。八つの牡蠣を高間湖の前に駆られたその時ほど、風の魚は夢から覚める。なんか言ってるね、覚めるらしい。それが島を出るただ一つの包丁立て、包丁立てって言ったね、すいませんでした。じゃってことはここではないのか、ここではないのか。たまらんち山、どんだけセクシーな人がいるんだろうか。これ一回ちょっとさ、たまらんち山のその、おー、なんかすごいのでか、すげー、なんだこれ、なんだこれ、すげー、なんかある、バカしようぜ。いや、あ、違う、やぶれやぶれやぶれ、何やってんのこれ、なんだろう、これが最後に、あれ、昨日キノピオ隊長さ俺やったんだけどさ、あれの時もさ、なんか最後鳥が出てくるんだけど、あいつのことかな、あいつのことなんだろうか。この下断片の小屋、不思議な石を拾ったらここの、こちらもあるぞ。へえ、なんか書いてある。ピックアンドウェイのプロか。さあそこら辺もあるけども、待ってほしい。でドン、いいね、食べ食べる。早食いが、早食いがすぎる。これどうでしょうか。あ、サメ来た。さあここに入るのか、いや来たね。これで合ってんのかな。かわいそう、なんか悪いことしてる気がする、何にもしないのに。さあ、おろ、落とします。まあ落ち落としますよね。いやー、そういうことになってしまうのか。ね、どうやって壊すんですかこれ。いけないじゃん。え、どうやって壊すのこれ。ちょっと待ってほしい。ジャンプ、よし、 OKOK、 なるほど、あんなに壊れないんじゃん。あの紫色の壊すだけじゃん。 OK、 難しいことはないと言いつつそこ死んでいく、死んでいく。なるほど、 OK、 これだけじゃん。 OK、 ただハートの鍵が、ハートがそこにあるんだけど、待ってほしい。ハートをまず取って、どういう風に行くんでしょうかこれ。いや待って、いや死ぬ、いや待って、どうすりゃいいんだこれ。2回降り散るんだこれ。爆弾置いたらそこまで範囲で行くのか。 OK、 ただただどっちだ。あ、オッケー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 、なるほどね、オッケーオッケーオッケー、なるほど。ここら辺はさ、ほら、いや戻るだ、よーし。そんなのんきにそんなとこ行って大丈夫なんですかリンクさん。リンクさん、ほら言った通りじゃ。オッケー、ナイス。今いいよ、結果オーライでしょ。まあいいでしょ、まあいいでしょ、いいでしょ。これ戦闘がめちゃめちゃ難しいってわけじゃないからいいけど、まあ一回何回かリベンジ戦してるけど、それはちょっとやりやすいと。爆弾がちょっと少なくないですか。なんだボヨンっつってんだけど、持つ、違うね、あ、あった。さ、待った、ハートがあそこにあるんだけど、なんだ、どっから、どっから来たら、あそこのハートは一体どっから来るんですか。え、ちょっとわかんないんだけど、え、どっか、なんかあるない、どうどう、え、あのハート何よ、どこから取る。まあ後から来るか。どう、でもここは多分飛べるんじゃないの。いけ、これ無理、無理か、ね、やっぱ、いけない、無理なんだね、分かった分かった。多分違う、ここ落とすんだ、こいつ、こいつ落とすんじゃない。あれ、どこ行ける、うん、あー、なんか宝箱がある、ほい、さあ来た。全然違え、なんかそろそろアイテムくれよ。あとなんだろうねこれ、あと、お、待って、トレイシーの特製の元気になる塗り薬、あ、かん、こういうのもあるのか。え、アイテム、いや水の中はな、絶対なんかあるだろうあれ。さあまずは、あそこの宝なんだろうあれ、やばいやばい、ちょっと待って、あれ無理だね、今んとこ絶対無理だよね、今んとこちょっとあれ無理だろう、あれ無理だよね、これ無理だよね、なんかあれを壊せる何かがないと無理だよね。
なんかある、いやこっちか、こっちは待って、え、水入れなくね、あ、入れた、浅瀬は行けるんだね、浅瀬は。え、なんかいる、なんかいる、ここか、待って、ここは、待ってちょっと待って、あそこなんか人がいいんだけど、なんか人がいるね、待って、これさ、滝の裏がどうこうって言ったけど、ここか、ここか、なんか新しい敵がいる、いけないんだね、これはいけないんだね、ってことは滝の裏だからここのことか、手振ってる、助けてっつってんのかな、なんかアイテム持ってんだけど、なんか救難要請を出してるやつがいいんだけど、あそこ何なんだろう、誰だ、なんかそういう話あった、さっきの宝箱あれなんだろう、わー待った、ボス戦がもう今すぐボス戦に行きたいんだけど、これ取って、どっちもどっちもあるっていう、カッチカシだち超強えっていう、あの宝箱発見、なんだ、いやー敵かい、ミミック的なやつよこれ、まあ一撃、よしオッケー、やめてやめて、なんだこいつら、変な飛び方しやがって、よしオッケーオッケー、よし行こう、そこになんかいるんだよね、一人なんか一人助けてっつってる、これ誰だお前、はい、おお来た、薬草でパパールは遭難したっすよ、パパール腹が減って動けないっす、なんか食い物、まあまあはい、いや、パイナップルがこれ出んのか、これうまそうなパイナップルは、それじゃパイナップルをいただき、まあ酸っぱいし酸味もあるし、ちょうどいいでしょう、どうやって切ったんやあれ、そうだ俺と言っちゃなんなんですけど、こいつを差し上げるっすよ、ハイビスカス、誰だったっけ、さっき言ってたよね、ごめん忘れちゃった忘れちゃった、次ハイビスカス誰ですか、ハイビスカス、ハイビスカスは誰だっけ、マリンちゃんじゃなくて、力が出るっすよ、帰るのか、よかった、はい、リンクさん、あなたは命を恩人数、あとでなんかくれよな、待った、上どうやって行くんだろうこれ、さああっちはどうやって行くんだろう、こっちじゃない説ない、まさかのこっちじゃない説ないよね、右の方にもなんかあんだよね、どっちだよ、山脈って言ってた、どっちって言ってた、一回ちょっとあれしようか、どっちだった、山脈って言ってた、あ、こっちのこっちってあれか、滝ではないもんね、これ壺だもんね、あれどこだ、え、でもあそこワーマンいないともういけないんじゃないの、その野郎、腹立った、くらえ、オッケー、あ、あ、貝殻出た、あれさっきこれやんなかった、やんなかったっけ、秘密の貝殻手に入れた、たくさん集めていいものをもらおう、電話ボックスとかないかな、ねえな、どっちだったっけな、右なのかな、山脈の方じゃなかった説まさかまさかまさかの、こっちなのかな、こっち行けるとこあった、 あるわ、あ、行けるわ、滝がどうこうって言ったもんね、だってね、あ、行けるわ、これ岩は全部、あ、こっちか、あ、こっちなんかな、そう、滝って言ったのでっかい滝がマップにあるんだよね、めちゃめちゃ激戦区なんだけど、なんか謎の気持ち悪い、この青い虫が、これ、これ南国の貝みたい、あの南国のなんかエビみたいな食いたくねえ、あった、ここか、 あったなんだよ、山脈じゃねえかったんか、まあでも灰で上上がっていくのか、違うね、違うね、どう考えても魚だね、ボス、どう行くの、カカ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 、どこから行くんだろう、これで上に上がっていくのかな、まだここ行ってないとこあるんだよね、まだ、あー待った、ここにもジャンプ切り、ジャンプ切り、いやよっけーじゃねえよ、クラッとりやないか、待った、あれそこか、階段があるね、さあ新たなところ、こっちやばい、今よかった、俺左からもう一回上上がっていに行きそうになってたもん、してたでしょ今、なんとなく行きそうだったでしょ、こんなところに、あー待った、ここまたある、これ水の上だとさ途端にさ飛べなくなる音水の上だとこれなんだろう、切り株と切り株があるから、なんかあっちにこう行けるんじゃないのかな、多分そういうことだよね、そういうことだよね、でまずこっち入って、さあ行こう、いやーやっぱこ
や、どうやって壊すんこれ。どうやって壊すんあれ。あれどうやって壊すんこれ。いや待って、どうやって壊すんこれ。これ無理じゃね。あとあとあっちから来るのかこれ。そういうことか、上に行くのか。じゃあそういうこと。やばい、そういうことだ。で多分こっちに、帰るときにこっちに帰ってこれるってことなんじゃないの。多分そういうことだよね。やらかしたわ。多分そうそういうことだね。多分ね、多分上から。あでもそこにさ、なんかあるね、魚のエリアなのか。すいません、ちょっと私今回迷っております。激しく迷ってしまいました。たださっきのとこ行けばいいのかな。でもう一回上がれってことだよ。まあ近いっちゃ近いんだよね。まあそんなに遠いわけではないから。ここ降りてくるのか。滝がどうこうってから、あれ落ちんのかな。落ちたらいいのかな。まあ、近いっちゃ近いからまあいいんだけどさ。じゃあ違う。オッケー、大丈夫。どこなんだろう。どこだかわからんね。ダカ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 。まあここはあとはあのだから宝箱もな。あの宝箱なんかありそうなんだけど。これ合ってるよね。もういなくなった。あーいない、帰ってる、帰ってるんだけど。ここだよね、止めて。これ降りるってことかな。あのこっちは、いや行けないのか。お願い降ろさせてください。いや降りたね、降りましたね。来ました。すいません、ここを見つけるのに一苦労一苦労。アングラーの滝壺、名前めちゃめちゃかっこいいやん。なんか水のステージ来た。オッケーオッケー。さあどうやって戦うのかがわからん。かわいい、後ろ姿がかわいい。ひっくり返った姿が超愛らしい。来た、よしよ。武器の強いのが欲しい。爆弾か、なんかアメンボみたいの来たけど確実にそこ死ぬよね。爆弾か、動けない、動かせれない。待ってほしい。ここがまたなんかあるね。やばい、待って、そろそろ敵も強くなるんじゃない。いやまあちょ。オッケー。かわいいでしょ、めちゃめちゃかわいいでしょ。冗談抜けて、やめて。もうまたお前らか。あいた、坂本。コンパスをゲットしました。コンパスを手に入れた。ボスの宝箱の位置が分かるぞ。さらに鍵の近くにあると音出しや新機能付き。オッケー、まあいいんだが。さあなんかありますよ。全員そこ絶対行けないじゃん。その深いところに行けないやつだよね。仕方ないね、これは壊せると。多分全員倒すと多分アメンボ来た。待って、鍵も来た、鍵も来た。鍵は、あ違う、鍵は小さな鍵をゲットした。小さな鍵手に入れた。鍵をかかっていると扉が開くぞ。オッケーオッケー。3でもって強いうちに、そこの右のところからだね。3でもって、あとどっちに行ってもいい。今んとここっちしかないから、はいと、こうジャンプしていかなく。ここなんか水のステージだから、なんかさ鍵がかかっている。やばい、ガバ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 。順番あんのかな、まさかこいつら、まさかなんもない。なんだろうここ、鍵がないっつってんだけど。鍵がないって、あ上行けんじゃん。行けた、まだ行ける行ける。こっちの部屋、あそこの鍵なんだよね。それ分かってるんだ。それは僕でも分かっているんだよ。僕でも分かっているんだが、これか先かどうか。いっぱいうじゃうじゃいる、いっぱいうじゃうじゃいる。まあ、あなんかいっぱいなんかあるね。あーオッケー、なんか新しいアイテムそろそろくれ。おお来た、首出し。今言えてなかったでしょくちばしゲット、くちばしゲットしたから、多分ヒントがここら辺にあるでしょう。ダカダカ行こう、待って、ダカ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 っと。結構広いの。あー待った、宝箱いっぱい。ボス部屋あった、発見。来いと、来た。
マップゲット、やっと地図が見つけた。 OK、 ありがとうございます。マップゲットで、あそこの鍵があって、あ、飛べるね。かわいそう。いやー、ギリ、危ない。早かった。ちょこれ OK。 よし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 、ここはまだ浅いね。壺が強えんだわ。なんだ、壺ちょっと万能すぎ。違う、あいつ違う。な、これなんだこれ、なにこいつ。いや待って、いや待って、そういうこと。よし、オッケー、ナイス。この宝箱何よ。あー待った、これ見て、バカツ見て、これいけるわ。だってほら、オッケー、根持って、これで多分鍵、あ、いや鍵じゃねえな。なんだ、鍵だ。あれ、鍵のことしたピコンって言ったっけ。言ってないよね、あれ言ったっけ。でこっち行って、オッケー、よし、壺が強すぎるけん。おい、ダブル。いや、いや、あれこれさ、ハートか、こいつらさ、まあまあ、待って待って、こいつは無理なのか。え、倒せないってこと。オッケー、いや、待った待った。いや、まあ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 、もうやばくね、これ。逃げろ逃げろ逃げろ、大丈夫、待って、大丈夫、俺には盾がある。いいね、いいね、盾が、どうにか盾で、盾で何かが、何かが手に入るような気感。予感、鍵かよ、鍵かよ。今予感を気感っつったよね。もう勘で行く。待って、ちょっと逃げて。何もないのかな、これ何なのこいつら。あ、こいつは無理なのか、こいつは。そう、さ、鍵が2個もある。ちょっと待って、開けてないところあったよね。鍵がないって、どうや、入り口がまさにその通りか。はい、オッケー。上もそうだけど、そこもそこ、ここ無理だね、無理だね、今のとこ無理だね。2個あるから、ガタガタガタ、こっちもいい、ちょっと行こうぜ。ガラガラガラ、オッケー。あそこに太鼓があるから、まあこれでいけ、いけるね、いけるね、オッケー。かわいい、もうちょっとお前たち、いつもじゃ、かわいいから許すけど、オッケー、オッケー、いいよ。で、持ってまた戻ると、オッケー、いいよ、ちょちょちょ、オッケー、よしよし、待ちなさい。ちょっと、ちょっと、もういっぱい来るのやめてくんね。よし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 、これ下は何もなかったよね、取ったんだもんね、鍵ね。で、ここが鍵がないから、で、持ってジャンプして、ここにね、OK、 はい、待って、ごめん、ごめんなさい、ここが行ってなかったから、これがさっきの上のとこに繋がるんじゃないかなと思ってるわけよ。そういうことね、OK、 待った、あれどう行くの、あれ、え、無理だよね、斜めとか飛べないもんね。ギリギリでこの、行った、行ったんじゃない、行った、僕ね、ボカ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 じゃねえんだわ。行った、行ってんじゃん、あれ行けないの、絶対無理、これ行けるでしょ。いや、行ってんじゃん、だってガボ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 、よい、分かったわ、交換分かったわ、ガボ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 、言ってたよね、俺ね、多分なんか違うんだな。よし、鍵がゲット、まあ順調なんじゃないこれ、合ってる、守り、オッケー。で、こっち開けて、怖い、いや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 、じゃあ俺、お前それ当たるんだったら俺も当たらせろよ、ずるくないかそれ。オッケー、ダメ、オッケー、よし、オッケー、ずるくないかお前だけ。待って、ちょちょちょ、なんだこいつ、お前ずるくねえか、あ、弱かった、お前それ当たるんだって、なんで俺のも当たんねえんだよ。待って、どっち行った、待って、どっち、上、違う、こっちか、あ、こっちか、待って、あ、あれ行けた、どういうこと、なんかなくなってない、あ、え、なんか謎の横スクロールということで、アンクラの滝壺だっけ、ということで今回、次からまた攻略していきたいなと思います。ぜひチャンネル登録、そして高評価などもお願いします、ね、それで皆さん。